私の名前はアデリール・アントニオ・デ・カルリ、ブラジルに住む神父だ。今日は偉大な旅立ちの日となる。私は歴史に名を刻むのだ。おお、これから20時間の風船飛行という世界記録に挑戦する。見たまえ、これが私を大空へ導いてくれる1000個の風船だ。本当にこれで飛べるんですか？なんと愚かな質問だ。こいつはきっと私の成功を妬んでいるに違いない。君にはわからないだろうがね、綿密な計算のもと設計されているんだ。はあ、計画は完璧だよ。私はすぐにでも飛び立ちたかった。栄光はすでに約束されているのだから。この偉大なる挑戦には目的がある。チャレンジが成功したらやりたいことがあるんだよ。ゴスペルを聞くための休憩所建設ですよね？そう、貧しい労働者たちへ癒しを与える場所を提供することだ。成功すれば感動した世界中の人々から資金の援助が殺到するであろう。私の勇気ある行動が多くの人を救うことになるでしょう。応援していてください。無事を祈っています。ギネス世界記録では19時間の飛行が最長。その記録を更新するのが目標だ。では20時間後に会おう。神父、本当に大丈夫でしょうか？何？やる気に満ちた私に対して周囲の人間はいらぬ心配ばかり。全ては神のお導きなのだ。私には神が味方しているんだ。必ず成功する。しかし上空で何かあったらあまりにも危険です。装備も万全だ。何も心配はない。食料、水、GPS、衛星電話、これだけ揃えて何を恐れるのか。まったくどいつもこいつも腰抜けだ。スカイダイビングのトレーナーにも止められたじゃないですか。あいつはただの臆病者だ。世界記録を樹立する男と凡人が同じ目線で話せるわけがないのだ。出発の時を迎え、私は大いなる空への旅立ちに胸が高鳴った。次に会う時は皆さんが歴史の証人です。また会いましょう。3、2、1、ゴー。そして私は大空へ向け大地を飛び立った。風船はみるみるうちに上昇していき、あっという間に地上から遠ざかった。わお、素晴らしい景色だ。眼下に広がる光景に私の気分は最高潮に。まるで神に次ぐ存在になったかのような優越感にしばらく浸っていた。素晴らしい。気球ともヘリとも違う。この光景は私だけのものだ。私のこの気持ちを共有すべく地上へ衛星電話をかけた。もしもし。神父、上空はいかがですか？天にも昇る心地とはまさにこのこと。ああ、最高だ。この調子なら20時間と言わず30時間でも飛んでいられるよ。ご冗談を。何かあったらすぐ連絡してくださいね。もちろんだ。しかしこの後、天国から地獄へ叩き落とされるとはつゆにも思わなかった。そして出発から2時間が経ち、事態は思わぬ方向に動き出した。おい、陸地を離れてしまったぞ。海しか見えない。上空の風に流されてしまったのでしょうか。予想より進路が東にずれています。なんだと？私は怒りに震えた。おい、それじゃ困るじゃないか。目的地のドラードスは西だろう。風船飛行は進路を変更できません。我々にはどうすることも。 GPS で追っていても何もできなければ意味がないではないか。ふざけるな。どうにかしろ。神父、元より分かっていたはずです。だからやめた方がいいと。何度話しても無駄だった。なんて役に立たない連中だ。その間にも風船は高度を上げていき、私の体に異変が現れた。寒い。凍えるような寒さに加えて凄まじい上空の風が狂気となり襲いかかる。さらに目の前がチカチカして猛烈に息苦しくなってきた。息が苦しい。この感覚はかつてスカイダイビングでも経験した高山病の症状だろう。そして恐るべきことが起きた。風船が。やめろ、落ちる。ママ。気圧が下がったことで風船が膨張破裂し、私は緩やかに下降を始めたのだ。出発してからまだ5時間。しかし私は限界を感じ始めていた。風船が割れ始めた。このままじゃ墜落してしまう。落ち着いてください。あなたが今いる場所はおそらく高度6000メートルはある。高度6000メートルといえば雲の高さと同じだ。ヘリでも救助が困難です。高度が下がるのを待つしか。私を見殺しにする気か。寒さと息苦しさが増してくる。しかしいくら怒ろうとも助けは来ない。さらにスコールが瀕死の私に容赦なく襲いかかる。だ
預けて。あれ、 GPS が、神父大丈夫ですか。その時地上でも変化が起きていた。 GPS が正常に動作しなくなったのだ。風船は確実に少なくなっていき、みるみる高度が落ちていく。おいおい、返事をしろ。衛星電話も、何が起きているんだ。頼りの衛星電話は通信障害で通じなくなっていた。そして勇ましく飛び立ってから8時間後、誰か誰か、私はここだ、助けて。私は高度 2000m で孤立無援状態になってしまったのだ。きっと地上では必死の捜索が開始されたに違いない。だから言ったのに、南アフリカまで流されてしまいますよ。あの時トレーナーの言うことを聞いておけば。捜索だってよ、あのバカ神父め。私は知らなかったが、捜索は5日間にわたって行われたらしい。助けて、誰か。しかしヘリでも船でも見つけることはかなわず、無情にも捜索は打ち切られたのだ。3ヶ月後、私は変わり果てた姿で発見された。大空へ飛び立った挑戦は天国への旅立ちとなった。少しでも周りの忠告を聞く耳があれば、勇敢と無謀を履き違えると命を落とすこともあるのだ。わしの名は佐竹大蔵。最近孫の勝負が冷たいんじゃ。正午や、たまにはじいちゃんと将棋でもささんか。いい、本読んでる方が楽しいもん。そうか、そこでなんとか孫に構ってほしい。わしはそういえば正午が前に楽しそうに話してたあれ、なんて言ったかの、タービンじゃったか、サーフィンじゃったか、そうじゃ、ダーウィン賞じゃ。一見を案じることにした。ダーウィン賞とは、とんでもないバカな死に方をした人に贈られる賞。バカな遺伝子を自ら抹消してくれたと感謝を込めた賞なのじゃ。そして数日後、また正午がうちに遊びに来た。結婚の時は今じゃ。のう正午や、前にダーウィン賞の話してくれたじゃろ。うん、それがどうしたの。実はな、あれからじいちゃんも調べてみたんじゃよ。え、本当聞きたい。よし、作戦成功じゃ。それじゃあまずはブラジルで起きたアホすぎる爆発事故からじゃ。ある男が小さな修理屋を営んでおったんじゃが。よし、今日はこいつを分解してみよう。爆弾の中身を知りたい。何を思ったのか、その日はどこぞから拾ってきた不発のロケット弾を分解しようとしたんだ。最初は工具を使って慎重に作業していたんだが、くそ、全然バラせねえ。男が思っていた以上にロケット弾が頑丈でな、徐々にイライラし始めた。何をしても開けないロケット弾に轟音に癒した男は、こいつでどうだ。なんと車のタイヤで引いて壊そうとしたんだ。この時点で頭おかしいよね。それでもロケット弾は壊れなくての、最後は大きなハンマーを持ち出し、どりゃ、自分の手で破壊しようとしたんだ。当たりどころが良かったのか悪かったのか、ロケット弾は大爆発。見事にコッパみじんになって死んだんじゃ。じいちゃん、アホすぎて言葉も出ないよ。さて、次は自分だけが生き残ろうとした男の話じゃ。仲間を見捨てようとしたってこと？そうじゃ、自分かわいさにな。その男は8人の仲間たちを乗せて山道を走っていたんじゃ。あとどんくらいで着くの？30分くらいだね。目的はキャンプ場、仲間で楽しい休日ってわけだな。しかし途中で致命的なマシントラブルが起きる。な、あれ、嘘だろ、おい。なんと車のブレーキが壊れ、全く効かなくなったんじゃ。その時山道を下っていたんじゃが、どうしよう、このままじゃ山道を落ちて死んじまうかも。考えられる最悪のシナリオを想像した男はとんでもない行動をとった。なんと走行中の車から一人飛び出したんじゃ。ごめん、うわ。え、おい、同乗していた仲間たちにはブレーキが壊れていることなんか一言も告げずにな。だがその瞬間、友人がとっさに操作したことで車は停止。あ、危ねえ、みんな無事か。大丈夫。同乗者8人は怪我一つ負わずに済んだんじゃ。え、逃げ出した運転手はどうなったの？なんと彼は飛び出した先にあった岩に頭を打ち、そのまま亡くなってしまったんじゃ。やっぱり神様は人の行いを見とるんだな。裏切って信頼と命を同時に失うなんて。
最後はガリー・ホイという男の話をしようかの。いい眺めだ。カナダのトロントに住む腕利きの弁護士でな、高層ビルの24階に自分の事務所を構えておったんじゃ。ある日ホイは友人を事務所に招待し、こんなことを言い出した。このビルの窓ガラスはとびきり頑丈でな、何をしても絶対に割れないんだよ。それに対し友人が言った言葉が、本当か？英語とかだとよく割られてるじゃないか。外から飛び込んできたスパイにバリーンってな。なんだと？気に触ったのかもしれんの。その直後じゃった。彼は自分の説が正しいことを証明するために、なら、この俺自ら証明してやる。窓ガラスに向かって全力の体当たりをお見舞いしたんじゃ。確かにガラスは割れなかった。割れなかったんじゃが、窓ガラスは枠ごと外れてしまったんじゃ。もちろんホイは落下して転落し、ちなみに24階から落ちたガラスは割れてなかったそうじゃ。見事にガラスの強さを証明したね。本当に人間死に方って大事じゃの。面白かったか？うん、おじいちゃんがダーウィン賞に興味持ってくれて僕嬉しいよ。ああ、そうかそうか。じゃあ次来る時までに新しい話でも調べておこうかの。気をつけて帰るんじゃろ。またおいで。今日聞いた話実は全部知ってた。つまらないから当分来ないよ。俺は林新一、高校生だ。ほら、新一、朝だ、起きろ。ねえ、もうそんな時間？まさかこの父と二人であんな大事件を起こしてしまうとは。父は少し変わり者だ。なんだよ、もう、まだ5時じゃん。とにかくリビングに来るんだ。卵終わったら双子だった。そんなことで起こすなよ。わかったから寝かせてくれよ。俺はそんな父が大好きで。おお、いい魚だ、フラッシュファイター。小さい頃からよく遊んでもらった。とにかく父は遊び上手でサービス精神が旺盛。メリークリスマース。せめてサンタの服着て。やだ、私のワンピース。いつも突拍子もないことをして俺と母さんの反応を楽しんでいた。そんな父がある日突然スマホ画面を見せてきた。これ見てみろよ。何？最近こういうのが流行ってるらしい。100万人が見てるんだぞ。それは人気 YouTuber の動画だった。学校でも話題のお騒がせ YouTuber。 反乱のままコンビニに行ったり、ブオー、ゴミを集めてきて創造しい音楽を作ったり、ちょっとやりすぎじゃないかと思う企画ばかり。そして嫌な予感は的中。父さん、まさか。そのむさくせい。触発された父は50歳にして YouTuber になったのだ。しかし、全然見てくれない。当たり前だよ、そんな簡単にはいかないよ。チャンネル登録者数はわずか数人、人気 YouTuber とは程遠い。それもそのはず、父が投稿する動画は得意の目玉焼きをひたすらアップしているだけ。これじゃ伸びないよ。え？ちなみにまだ恥ずかしいらしく、顔を出さず家の中でだけ撮影をしている。俺は悪戦苦闘する父を見かね、父さん今度は外でも撮影してみたら？おお、なるほどな。料理にこだわる必要もないし、俺も何か手伝うよ。野外での撮影を提案してみた。何か派手な仕掛けをしようと考えた末、俺はゴミ捨て場からショッピングカートを拾ってきた。それは？今回の企画で使うんだよ。企画の内容はこうだ。このショッピングカートをまるでどこかのお店から持ってきたかのように見せ、カートに乗っかって面白いことをするだけ。炎上もバズりも狙えそうな単純なアイデアだ。問題はどうやって想像を上回るくらいに面白くするか。あ、そうだ、これを超高速で走らせたらよくない？おお、いいね、新吉やるな。このひらめきが二人の運命を大きく変えてしまうことになる。その後、俺たちは入念に企画を詰めた。このショッピングカートに父さんが乗って、ロープか何かで乗り物に引っ張らせるんだ。なるほど。いっそのこと電車はどうだ？は？危なそうだけど、面白いかも。そして撮影の日。よし、ロープの準備完了。電車が通ったらフックを投げるんだ。走る電車にロープを引っ掛け、カートを引っ張らせる。成功すれば、これはバズるぞ。ついにその時が来た。電車が来たよ。よし、今だ。電車が通り過ぎる瞬間、父はロープを投げた。よし、かかった。その次の瞬間、なんと父の体が高々と宙を舞った。なんだこれ。え、待って、父さん。電車と繋がれた父はそのまま猛スピードで進んでいく。あ、父さん。父の体はあちこちにぶつかり、弾け飛びながら電車は進み、とうとう姿が見えなくなった。異常を察した電車はその先で停車したようだ。俺は走って父の元へ駆け寄ると、父さん。俺が目にしたのは、無残にも全身が粉々に砕け散った父さんの姿だった。
父さんが死んでしまった。俺がバカな提案をしたせいで。君のお父さんがこれをやろうと言い出したの？はい。でも、アイディアを出したのは僕です。俺は泣きちゃくりながら事情を話した。警察はもちろん撮影していた動画もチェックした。YouTube 用か。こんな危険な撮影をするなんて。警察は怒らなかった。父を失った僕の心をおもんばかったのだろう。家の父はいつものように笑っていた。何やってんのよ、お父さん。ごめんなさい、母さん。ごめんなさい。あの日以来、母さんは泣いてばかりいる。父さんはみんなを笑わせたり驚かせたかっただけなのに。父さん、ごめん。俺があんな提案をしなければこんなことにはならなかったよね。俺の名はウォード。とある建築会社で働く作業員だ。ションベンからその手伝い運んどいてくれ。はい。毎日汗水垂らしてボロボロになるきつい仕事だが。よ、ウォード、今日一杯どうよ。あ、いいね。仕事終わりの飲み会だけはやめられない。この瞬間のために働いてるって言っても過言じゃない。乾杯。でもこの時この飲み会が俺を地獄に脅すなんて、この時は知る由もなかったんだ。きつい肉体労働の後はとにかく酒が進むもんだ。わー、しみる。唐揚げとビール、最強コンビだ。油もん大量に頼め。酔っ払ったらあとは愚痴大会だ。たく、手取り20万じゃやってらんねえよ。35万は欲しい。あ、ちょっとしょんべん。雇われる側にとっちゃこの流れは世界中どこでも一緒だろうな。飲むだけ飲んで飲み会はお開き。また明日な。道で寝るなよ。寝るかバーカ。ま、これが俺たちの日常だ。同僚たちと別れて俺は一人帰路に着いた。国の母ちゃん何してっかな。明日電話でもすっか。いつも思うが、飲んだ後の帰り道ってのは寂しいもんだな。しばらく歩いて人通りが少ない場所に差し掛かった時、ブルルル、ションベンしてえな。突然尿意が襲ってきた。アルコールの利尿作用が出ちまったか、飲み会の最中トークに夢中で一度もトイレに行かなかったつけだ。まあ誰もいねえし立ちションでいいよな。あたりを見回したが誰一人いやしねえしな。放尿ベストポジションを探していると、お、漏れちまう。爆発的な勢いで尿意が増してきた。とはいえさすがに通りのど真ん中で垂れ流すわけにはいかない。お、ラッキー、あんなところに電柱が。なんで電柱と立ちションはワンセットって感じなんだろうな。しかしこの選択が大きな間違いだった。やべえ、漏れちまう。この時俺は地獄の底に吸い寄せられていたんだ。酔いと尿意で満身創痍になりながらも、間に合った間に合ったぞ。俺はなんとか最高の放尿スポット電柱までたどり着いた。これでようやくこの苦しみから解放される。早く早く。万感の思いを込めてチャックを下ろした。そしてパンパンの膀胱から全ての苦しみをリリース。俺が何とも言えない解放感に身を委ねていたその時だった。実は俺がションベンを引っ掛けた電柱には、やべえ、過去最高にたくさん出る、何らかの原因で切断されたケーブルが垂れ下がっていたんだ。そして俺のションベンがケーブルの断面に触れた瞬間、すさまじい火花を撒き散らした。そして次の瞬間、俺は激しく感電した。全身が強烈に硬直し目玉が飛び出そうになった。そのまま数分俺は血の涙を流した。全身の筋肉が引きちぎれる感覚、そして体が焼け始め黒煙を上げた。そして最後はションベンが大爆発したんだ。俺はボロボロになって吹き飛んだ。その爆風で数メートル吹き飛ばされた俺はそのまま行っちまった。爆風によって裂傷し感電で内臓が焼けちまったんだ。切断されたケーブルは俺の方から見えなかった。大量のションベンでできた水たまりが触れて感電爆発したってことらしい。後々近隣住民が見つけてくれたが、おい誰か倒れてるぞ、救急車呼べ。ボロボロだ。その時点での俺の姿はグロすぎたようだ。立ちションはいけないことだが、何があっただ、これはひどい。さすがに立ちションしただけで死ぬとは思わなかったよ。俺の名前はジャック・ダニエル。知ってる人も多いと思うが、ウイスキーの創業者だ。今では世界でも有名になって地位も名誉も持った俺だが、実は本当に情けない死に方をしちまったんだ。俺の兄弟は13人だ。その中でラストバッター、末っ子として生まれた。チョコレート食べたい。ごめんよ、ジャック。うちにはないの。家はクソ貧乏で、ろくなご飯は出たことがなかった。産みすぎなんだよ。そんなある日、俺は人生の転機に出くわす。この子、よろしくお願いいたします。わかりました。責任を持ってお預かりします。どこ行くの？家に突然現れた牧師が、俺のことを預かると言ったんだ。それで渡す親もおかしいがな。
それから俺は牧師の下で生活することになった。さあジャック、君の部屋はここだ。おじさん誰？最初はビビったが、この家は俺の住んでた家に比べはるかに裕福だった。牧師の傍らお酒の蒸留所も保持していたんだ。ジャック、お前は今日からここで手伝いをしてくれ。うん、わかった。することがなかった俺は言われたままに蒸留所で手伝いを始めた。その日から蒸留所の手伝いを始めた俺、お酒を作る工程を全て叩き込まれた。ジャック、そこに樽を運んでくれ。オーケー、すぐに運ぶよ。何気ない日常だったが、酒造りの英才教育だった。それから10年以上経ったある日、いつも通り働いていると牧師が家族と会話していた。あなた、牧師か酒かどちらかにして。と言ってもな、どちらもやらねば。牧師の家族が仕事を一つにしろと迫っていたのだ。それから数日かけて考えた牧師は、牧師として仕事を全うするよ。わかったわ、私も応援する。蒸留所を捨て牧師に専念することにしたんだ。そのすぐに俺は牧師に呼ばれた。ジャック、そこにいるんだろ、入っておいで。え、俺がいたのはバレバレだった。ジャック、明日からお前が蒸留所の主人だ。好きに使いなさい。え、マジかよ。その日牧師から蒸留所をもらった。ここから俺のジャック・ダニエル制作につながっていく。俺は性格的にこだわりが強いタイプだから、他にはないものを作ると決めた。まず味を極めないとな。牧師のお酒は安くて飲みやすいがパッとしねえんだよな。そこで俺は湧き水からこだわることにした。これくらいの敷地は必要だろう。その規模、東京ドーム30個って言えばわかりやすいか。ここは湧き水の聖地だ。そしてウイスキー製造に欠かせない樽は自分のところで作った。さらに木炭を使ったろ過方法も独自に生み出した。こだわりを追求してようやくできたウイスキー、それがようやくできたぞ。名前はもちろんジャック・ダニエルだ。これが俺の人生の結晶、今も人気のジャック・ダニエルってわけだ。俺はさらに湧き水のために購入した土地の中を利用して、やはりウイスキーには音楽が必要だろう、ダンスホール付きの酒場をオープンした。最高だろう。順風満帆な俺の人生だったが、ある日悲劇が起こる。クソが、また忘れちまった。俺は数字に弱くてな、しょっちゅう金庫の番号を忘れちまうんだ。この日はイラついてて、ふざけんなこの野郎、酔っ払った勢いで金庫を重くそ蹴っ飛ばしちまったんだ、裸足でな。すると足が激しく切れちまった。角を蹴っちまったんだ。うがぁ、俺は足から大量出血しちまった。酔っ払っていたのもあって、いってぇ、くそいてぇ。俺はその傷をそのままにしたんだ。動けねえし、めんどくせえから。すると足が感染症にかかっちまった。これは切断するしかないですね。おいおい、冗談だよな。腐ってるから切らねえと死ぬんだってよ。俺の足は切断を余儀なくされた。これじゃあ仕事もできやしないため、老いのレムに後を継がせることにした。ジャック・ダニエルを頼むな、俺の魂だ。そして足を切断したから命は助かったと思っていたが、ジャックさん、あなたは敗血症にかかっています。え、それはどういうことだい？長くは生きられないかもしれないです。結局エソによる合併症で俺は死んだ。金庫蹴って死ぬのかよ。我ながら何とも言えねえ最後だった。とはいえ、今も俺の作ったジャック・ダニエルを飲んでもらえているなら嬉しい限りだ。命を懸けて作ったからな。まあできたら死ぬ前に最後の一杯を飲みたかったがな。私の名前はアイスキロス。ギリシャに生を受けた悲劇詩人だ。悲劇はなぜ繰り返されるのか、日々悲嘆に暮れている。時は紀元前456年、ギリシャはペルシャ戦争の真っただ中。失った命は戻ってこない。私の兄も戦争なんていらない、人の手で人を殺める、そんな世界私はもう見たくない。しかし弱肉強食は世の常、戦いはまだ続くであろう。ああかわいそうに、あの亀は助からないだろうな。運命には抗えないものだ。ヒゲワシは非常に獰猛だ。大型の動物の骨、亀などを好んで食べるのだが、一度上空へ連れ去ってから真っ逆さまに落とすのだ。あれでは亀もひとたまりもない。ヒゲワシというのは硬い岩に亀を打ち付け甲羅を砕いて捕食する。生きるためとはいえ無謀すぎる。しかし動物たちは無駄な殺生はしない。これも自然の摂理なのだ。
私も年だ。若い頃は戦場に駆り出されることもあったが、はあ、美しい花だ。心が癒される。今は静かに暮らしていたい。悲劇詩人として様々な人の人生を劇にした私だ。明日のことなどわからない。私もこの花も。最近は自らの人生の終焉についてよく考える。この時私は気づいていなかった。父さん、こんなところにいたのか。ああ、お前か。どうした。我が身にとんでもない脅威が迫っていることに。そろそろ夕食にしようか。待て、せっかくだから塩一つと。次の瞬間、私の頭にまるで稲妻に打たれたかのような衝撃が走った。一体何が起こったというのだ。実は1分ほど前、私の頭上にはヒゲワシが旋回していた。これはヒゲワシが亀を落とす岩場を探していたのだ。そして見つけた。あろうことか、ヒゲワシが狙いを定めたのは私の後頭部だったのだ。上空から見れば私の頭は岩場に見えたということか。リクガメの重さは約3キログラム。上空十数メートルから落下すれば、それはとてつもない凶器になる。ヒゲワシの狙い通り、カメは私の後頭部に命中した。うわー！すさまじい衝撃でまず眼球が飛び出した。破壊力に耐えきれず、首は瞬時に粉砕され、あらぬ方向へ折れた。さらには頭蓋骨が砕け、脳みそが飛び散った。それは一瞬のことだった。そして私は意識を失った。即死だった。父さん、何が起きたんだ。ヒゲワシにハゲ頭を岩と間違えて亀を落とされたせいで、私の秘宝はすぐさま友人知人に伝えられた。おお、頭が割れているではないか。なんとひどい姿だ。嘆かわしい。突然のことに誰もが悲しみに暮れた。誰もが疑問に思ったのは私の死因だ。なぜこんな頭に頭蓋骨が完全に割れているじゃないか。彼の身に何があったのだ。頭部のみが激しく損傷しているのだ。疑問に思うのも無理はない。死因を聞かれるたび、息子は思い口を割って話をした。実は父の頭をめがけてヒゲワシが亀を上空から閉じたんです。で、そんなことあり得るのか。それは戯曲以上に信じがたい話だった。この話は噂となり、多くの人の耳に入った。悲劇詩人のアイスキロスが、なんと笑っちゃいかんね。正直馬鹿げた死に方ということで、誰よりも悲しんだのは息子だった。偉大な父が、まさかあんな死に方をするんだって。あなた。彼は私の創作物を尊敬したからだ。だが息子よ、悲しむでない。私はこれまで詩人として後世まで語り継がれるほど劇を作り、多くの人を感動させてきた。そして最後は、こうして私が悲劇の主人公となれたのだから、私の人生は幸せだったのだよ。幸福なる状態において、その生命を終えし者のみを幸福なりと言うべし。